TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザーバさんパソナリティのジェンスです堀井美香ですす毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組皆様今週もよくぞよくぞおおカチャカチャうるせえよ最初からおいおいなんでコアラの待ち上げてんだよちょっと静かに静かに開けようと思って思いのほか <laughs> 音ミカちゃんはですね今 <laughs> コアラの町いちご味と、はいえー、砂糖ゼロ糖類ゼロのゼロバターっていう <laughs> 何がどうゼロなのかゼロゼロバターですっていうクッキーをですね、えー、目の前に並べてはい5万円ずつ万円ずつでもこの人はこの前にジョアを飲んでスクールっていうあ,のあれを食べてます、えー、ヨーグルトも食べてますいやーヤ,クーヤクルトレディーですね今ねレディーのことかなヤクルあのだからあの私がティーイン tbs 時代からあの方も、そうです。もう、年の頃はそうですね、70、70代ってないんじゃないですか70いってないのかしらね。確色としてらっしゃるよね。そうですよね。60、七六十は過ぎてますよ。70、七十代ってことですよね。あの時代まで働けるといいね。すごいですよ。で、ご元気にこの、あの、20回まであるこの社北をですね、1回から20回までカーして息きして いろんな人にヤクルトを与え私も何回かお世話になったのでやっぱり新人の時からね、はい、それがまだいらして大量に買ってたらちょうど同期に会って久しぶりに「うん、お前なんでヤクルト買ってんの?」って言われてですねもう会社辞めて随分経ってんのにまだヤクルト買ってんのって <laughs> 外で買えって言われて <laughs> ひどいひどいっつってひどい って言っっててましたね何がすごいみんなに配るっていう目的があるのは重々承知なんですけど、えー、あのさっき私はちょうど美香ちゃんが選び終わって会計するとこにいたんですけど、えー、会計の時2800いくらって言われて <laughs> こんなにヤクルト買う人見たことないと思って普通1000円でお釣りがくる量ですよみんなが買うヤクルトの量って。そうでででですすすねもも嬉しかかったです、ね、なんかすごくあの日本でも売り上げてる 方々っていうのを今ね読、ね、っちゃうから聞きましたけれどもね、はい、だこの人は今のところ私が知る限りですね、うん、え糖質を四十グラムぐらいもともう摂取してますはい、えー、糖質で生きているそんな堀美香さんと私が肩たない皆様から届いたメールを読み太陽の向こう側をオーバーと目指していくそんなトークプログラムになっておりますもうね今日はいきなりあ行くよ何ですかコーヒーメールあ私たちはここにたどり着けなくて<そう> <laughs> 先週た一時間どうでもいい話をして <laughs> そうでした本当に性欲の話をしてたら終わっちゃったんだよ本当に性欲まみれの一時間で, <laughs> で <laughs> <の>丁寧な生活から離れてって五十代の性欲まみれの一時間で、はい、性欲に対してのトークをしていたら終わっちゃったんですよそうだってその前には三十分で収めるっていうですねここからの私信たるものを決めたわけじゃないですか二、うん、人で。あのー ツイッターでハッシュタグ見てたら配信されたものをこう見るじゃないですか、ええ、それぞれのポッドキャストのところで。ええ、で58分って書いてあって、ええ、もうこの時点で出落ちって書いてあって、ええ、<laughs> 悔しい,悔しいあんなに30分で出てち五58分で出てきてもう出落ちだって書いてあ悔しいそうなんです。 でもやればできるかもしれない今週だってやってく気満々です,ですだからすぐにメールを読むんですわ、はい、かりました私たちでもこれはねたくさん届いてるんでちゃんと紹介したいと思ってるんですそうなんですよいいですかまあそもそもなんでそれが始まったかっていうと、うん、理想と現実のルーティーンがあるだろうモーニングルーティーンだっていう話で理想は 引き立てのコーヒーを自分で焙煎したとか引き立てのコーヒーを飲んでとかヨガをしてとか白湯を飲んでとかって言うけど、はいはい、実際にはできてないよワッ,ハッ,ハッハって笑ったら「い,いえ私ちゃんと引き立てのコーヒー飲んでます」「削り立てのカツぼしでだしとってます」っていう方がいて失礼しましたでもそういう話を聞けばそれぞれに理由があるねっていうねう話だったわけです、はい、この方いきましょう。 おじさんネームマクマホンマン、四十二歳独身です。引き立てコーヒーを毎朝楽しむ、え、引き立てのコーヒーを毎朝飲む生活ですが、四年前からやってます。うん、えー、おじさんのたしのひ飲みの一つかと思いますが、五十階の皆様に楽しみ方をご紹介できれば幸いです。もともとコーヒーは好きではなかったのですが、カフェを営む友人が入れてくれたコーヒーが美味しくて目が覚めました。うん、今では自分できまめをインターネットで買い焙煎して飲んでます。うん 焙煎は自己流です最初はコーヒー豆を焙煎してすぐにひいて入りたて引きたてをコーヒーで飲んでいたのですがコーヒーを飲むために毎回焙煎するのはめんどくさいく高めだったので焙煎は時間がある時にまとめてやるようになりました焙煎は入り上手というアルミの鍋をガスコンロの火にかけてやりますなんかコーヒーの友達が言ってたけど、うん、焙煎してからちょっと時間を置いた方が味がまろやかになったりするんだって。そうですよね、うん コーヒー豆は手でゴリゴリとやるタイプのミルで弾いています。豆を挽くときのゴリゴリという感触と弾くときに出る豆の香りを楽しみます。うん、これが楽しみ1。うん、1> 次、弾いた豆に少しずつお湯を注ぎ、お湯で膨らむコーヒー豆を眺め、立ち上る。 香りマニア的にはアロマと言いますを楽しみますこれが楽しみに、うん、そして入れたコーヒーを香りを存分に楽しみつつ飲んでいますこれが楽しみ3。ん引き立てのコーヒーはこれら3つを楽しみにして飲んでいますあとはコーヒーグッズも気に入ったものを使うことで気分が上がりますお気に入りは同性のやかんと木彫りのコーヒーさじ過去 DIY です 毎日同じ豆のコーヒーを飲むのは飽きるので、2、3種類の焙煎の豆を用意して、日替わりで飲みます。朝から引き立てコーヒーを飲むと気分が上がります。いい一日が始まりそうな気がします。特に、高級なスペシャリティーコーヒーとして知られるコーヒー豆の芸者本当に美味しいので、一度飲んでもらいたいです。安いバーゲン品の豆もなかなか美味しいのですが、高級な豆は味わいが劇的に違ったりします。 引き立てコーヒー生活は気に入っていますが、繁忙期などは全然飲めない時もあります。時間がない時はインスタントもよく飲みます。インスタントでも十分美味しいですよね。うん、スーパーで売っているドリップコーヒーは引き立てコーヒーに近いと思います。こちらは出張時によく飲みます。でも、引き立てのコーヒーにはかないません。ぜひ休日の朝、週に1回でもいいので始めてみてください。 えー、9年前に東京での会社員生活を辞めて、その翌年から地方を転々としつつ、設計事務所を営んでおります。<ー>売り上げを上げるよりも支出を限界まで小さくして、働く時間を少なくして、自由な時間を作るようにしています。過去、要はあまり働いていません。 30代を過ぎてパートナーに裏切られたり身近な若い人が亡くなったりタイの奥地の暮らしを体験したりして人生観がだいぶ変わりました、うん、今はお金は最低限稼ぎつつやってみたいことに取り組む生活をしていますアセののき立てコーヒーヒもその一つです季節の変わり目ですが皆様どうぞご自愛ください好きな言葉は人間万事採用がうまい、はい、ということで、うん、あのこれを読んで私分かったんですよ。引き立ててのコーヒーヒって 味じゃなななくてて香りなんだなと思ってうん、うん、ああそうかもねなんかコーヒーって味だけで言うと確かに、うん、あのちょっと飽きてきたりとか、うん、ちょっと得意不得意が出ると思うんですけど、うん、このメールを読んであ香りを楽しむっていうのがありますね引き立てコーヒーのメインでこう「あね、はあ」っていうね。 多分入れてる時からな、うんかお豆の時もそうだし粉の時も入れてる時もずっとその香りと、うん、あと音ですよねそうね,ねさっきあのえっ、ー、と豊川稲荷通ってきたらちょうどその行動っていうんですか、うん、香りの道とかってあはい行動ねうん、はい、ありますね、うん、今日それのあのお稽古の日だったみたいですね、まうん、だからやっぱ香りって、ね、あのある時間に聞くこう。 香ったりするととってもいいですよね。味わうとね。うん。香りってねある時間に味わうととってもいいですよね。薄っぺらいなおめえのコメント今な何,何か言ってるで何も言ってないってやつ久々に来ましたね。うん、香りっていいですよね。<laughs> <laughs> メールで募集しようかなと思ったけど哲学っぽいけど何も言ってないっていうことをね。次のメールでは決まりました。道は長いっていうね。何か言ってるようで何も,何も言ってないっていうのを来てしまみんなで、うん。 感動するにししまょう「お」っつって「この道は長い」っていうね描写「じゃの道は長いしかし戻れない」「おー何も言ってね」みたいなあいいですね「列車の先には終点がある」「当たり前ちょっとください」「優しくしよう自分にも人にも」 そそうだ、ね、<laughs> そう,そうだねーそうだねーね、うん、ちょっと哲学っぽいそう何か言ってるようで何も言ってない <laughs> 何も言ってないじゃんっていうのを欲しいですね、うん、あの人に言われたことがある人はそのエピソードも添えてあと自分で思いついて作ったって人あとなんかお寺に貼ってあったとかねえ、えー、何か言ってるようで何も言ってないものに囲まれてますから <laughs> 今の聞きましたお手本はこれですよ「香りっていいですね」ある時ににと本当にいい香りですよって <laughs> 何にも言ってねえ <laughs> あっりだろ名,言名言です、ね、あの目指さそうですね」すねっていうあのいいとの客みたいなあの感じで「そうですね」<laughs> ってみんなで言えるやつ。すごいやっぱこのこの弱いになってからこう、うん、吐き出す言葉っていうのはやっぱりあの何か意味がありそうな言葉なわけじゃないですかみんな。あのあの適当な受け答え に関しては私天天才的ですから堀さ <laughs> んも本当に師範ですけど私もでも初段ぐらいは持ってるんですよこう見えて <laughs> でもねやっぱりね着物ある人っていうか芯の,のある方はね、うん、あれこいつ何言ってるのっていう顔は時々されますね気づいちゃうねちょっとしたあの偉い方とのトークショーなんかの時にあれあれ 言ってること一緒だねっていう表情をね、<laughs> 私は見抜くんですよね。でも堀江さんはこういうところでね、やっぱ言ってることが、同じっていうところがやっぱいいところなんですよね。<laughs> <laughs> 言ってな、何にも言ってね。<laughs> <laughs> やっぱ言うことが。 えー、なんて、誰も傷つけないって言うんですか。そうなんですよ。<う>上積みトークなんです。これは。別にも、さ、確信に迫んないが、<laughs> 上積みトークなんですって言って、確信じゃん、それ。心食うのよ、そこ。いや、でも、うん、これはだから、なんていうの、上積みとか、その。誰も、こう、浅いところでやって、うまく転がすっていうトーク<う>。術はありますから、その。 ね、TBS ラジオのアナウンサーの,、はい、あの小倉寛子さんが、えー、堀井さんの受け答えは合気道だってましたふわっと向こうの力を受けてこうかわしてふわっと受けて「えいっ!」てこうねふわっと相手の力を利用してふわっと <laughs> そうですよ何だってそうじゃないですかそバネの力相,相手の力何だってそうじゃないですか何も言ってまた始まったぞ何だってそうじゃないですか何がだよバネの力 <laughs> ね風の力, <laughs> 風の力 力の作用によって人は生きています。<laughs> <laughs> 何も言ってる <laughs> 何言ってく全然わかる。私判私判ですね。やっぱりあこれ私判ですよ。なんか自分でもパルパルパロって口から出ててあやべっ,ってなる時ありません？あ 何にも言ってないにも程があることが言っちゃったみたいんそれはねないんですさすが師範になるとやっぱ疑い,己す疑いがないそうですねやっぱ無意識のうちにこのスキルを発揮してしまっているわけですから、うん、そうですね自分で意識を持ってそれをやったらやっぱり生々しいですよねそうですよそうですそう、ね、だからこう自然にナチュラルに着地するんでしょうねやっぱ極意としては聞いてないってことですよねなんでちょっと皆さんからはあの 何も言ってないじゃんっていう、ね、うん、あの名台詞を。募集したい,い。募集したいですね、はい。来週よろしくお願いします、はい。また話がそれました。さあ、続いてのメールでございます。いやさっきから読んでるメール、まだ途中だから。<laughs> 嘘待って。さっきのメール読んだ全部、ね。何が?。まだ読んでない?。え?。私今読みましたっけ?。で、読み始めてみて。 スーサミカさん、こんにちは。配信いつも楽しみにしています。四十六歳おばさんネームたくものです。だ読,んで読んでないよね。びっくりした。<laughs> ね、やめて。私、ちょっと、えー、九月六日の配信を聞いて、初めてメールしましたあ。ありがとうございます。 毎日引き立てのコーヒーを入れて飲んでいる人それは私の夫です、うん、コーヒー豆をひくようになったきっかけは引っ越しして以前のキッチンより少し広くなったことだったように思いますもともとコーヒーを入れることに興味はあったみたいで引っ越し後コーヒーポットコーヒーミル手回しタイプ、えー、温度計 コーヒーーヒスケールを買っていいか聞か聞れました、うんえー、物が増えるしいつまで続くか分からなかったので私は少し嫌でしたがキッチンも前より広くなったしいいよと言いましたそれから10年夫はほぼ毎日コーヒー豆を手で引いて入れて飲んでいますすごいよかったね毎朝っうう、うん、きっちり豆の量いうの 湯の温度、抽出時間を測って入れるんです、うん、お盆に夫の実家に帰省した時いつもは飛行機で帰るんですが初めて今回車で帰りましたその時もコーヒーセットを実家に持参したんですえ実家の両親に自分で入れたコーヒーを振る舞いましたが70代の田舎の両親には流行りの朝入りのコーヒーは酸味が強すぎて合わなかったんでしょうかなんねこれは吸収弁と言われました、うん 私は心の中で爆笑コーヒー豆は近所に自家焙煎のカフェが数軒ありそのいずれから、えー、毎週購入しています私的には1ヶ月分くらいまとめて買えばと思うんですが夫は豆の鮮度が落ちるからと毎週飲みきれる量のコーヒー豆しか買いません。あ コーヒーは毎朝私の分も入れてくれます10年目の今夫の入れるコーヒーは本当にカフェと飲むのと引けを取らないくらい美味しいです夫は電気メーカーの開発エンジニアさっき何気なく好きな言葉を聞いてみると優れた科学技術は魔法と区別がつかないだそうですこれ,これは言ってるこれは言ってる <laughs> ちゃんと言ってるわかるね,かるね,ねだから生き方 だよ結局そうだよその人の言葉を発するどう生きるかなんだよそうなんだよだから本当ずっと偽物だった私は何言ってんの突然突然反省界始まった偽しかも偽物論始まったね <laughs> 何偽物って何ずっと言ってるでしょそれは。私はずっと自分に対して、うん あ,あ,そうね、あとよく言ってんだ偽物毎回ね意味わかんないからスルーしてたのあれ何言ってんだろうと思ってだからあんたが本物の本物<ん>美帆じゃなかったら誰がそうなの,の本物ってすごいなっていうことをずっと言ってるじゃないですかそう、ね、自分がメッキが、うん、メッキ感が強いがゆえにねだから私が優れた科学技術,は技術は魔法と区別がつかないって言ったところではあ ってことじゃないですか、ね、まあそれも多少ありますねやっぱりここにそうなんでしょうねっていう実績がね、はい、裏にあるとそうですよなんなんでそれじゃメッキの上塗りみたいなことするんですか <laughs> 剥がれたら上塗りしないでそうやって本物の自分で生きていけばいいじゃないですかやっぱり本物の自分みたいのなんか、うん、あの 垣間見せるのもちょっとなんか嫌なんでしょうねそう嫌なんですかなん、ね、ですかわかんないですこのなんて言うんでしょうねなんかもういいんですあのメッキ感ありありでていうかあのすごい面白いだと思うのは<え>ペラッペラの自分と思われたいための演出をなんでもするじゃないですか <laughs>、はい、とにかくペラッペラに思われるいったらなんでもやるじゃないですか <laughs>、はい、<laughs> でだけどペラッペラなんだよな、はい、って言ってそこでそのペラッペラの自分をちょっと <laughs> 攻めるみたいなターこれまでだから全部パックです<の>ここまでセットなんですねそうですそうですよペラッペラでそペラペラでペラペラとしてあり続けることに醍醐味じゃないですかでペラペラになっちまったなっていうところまでセットはあんですかでも,もちろんですよめんどせえおめえ <laughs> もちろんですよメッキが剥がれて生の真欲しいって思っペラペラするんでしょね。そうですそうですなんなの本物になった時ペラ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 してであたしてペラペラだよな で反省するとこまでがあのな一連のやっぱり流れっていうかね。うんあのさそ,その中にペラペラの中に入っている強烈なエゴは何なのね。<laughs> 強烈なエゴを隠しているんだけど何なの？なんです、ね、その支援は覗いたことあるの自分で。うんなんかなんかペラペラしてる適当な自分みたいなところをねあの保っていたいっていうのはありますね。うん、その自己設定好きだよね。好きなんですよね。うん ってことはつまり抑えきれないエゴがあるってことですよ。よその下に。ええ、何ですか、これは。<で>またあの、前回のそのなんか <laughs>、あのカウンセリングみたいに今なってますけど。私は思うんですけど、<え>あのー。 ペラペラなホ美ミカを剥がしたらレ・ミゼラブルの歌を歌う人みたいなのが出てくると思っててさ「へかれるものはタダダダダダダ」みたいなあのすごい薄汚れた服を着て「私を見て!」みたいなのが出てくるんだろうなと思ってるんですけど。ります

もうさやろうそれ聞くかいあのカラオケ行こうカラオケで絶対レミゼラムの歌入ってるから <laughs> そうですねカラオケこうるかってやろうよ私ねレミゼの歌はあの、うん、あのそれは歌ったことなかったですね暗い, <laughs> 暗い歌ばっかりだったですねダダダダダダダっていうのしか歌ったことなかったですねそれ二人でやろうカラオケ行こうるかダダダダダ あの、なんですかね、やっぱり。堀井さんは。なんか、やっぱ自分を、私なんか本当は。本当は、み、なんか、しみったれてるんだよ、みたいな、まず設定、一段目があって。<laughs> はい、そこにペラッペラをせ。はい。かぶせてんです、ねそう。かぶせてんです、ね。るだから、巧妙なテクチです、ね。二重構造なんですよ。<laughs> エナメル層が二層あるわけですよ、これ。<laughs> ああ。このエナメル層を。二層。でもね。うん、でも、これ。うん みんながわかるようにやってるとこがまた良くないです。そうですね。悪質じゃないですよね。そうなんですよ。みんながみんなにバレバレ。そうですね。適当とかメッキとかっていうのを好き好んでやってるよねってみんなにわからないのがまた良心的だと思います。設計では良心的だと思います。そうなんです。楽しんでやってるから。だけど本当はあのエゴの塊なんですこの人。あのだがそれは言ったじゃないですかこの前のあのなんか。 あの悪口を言うかいが。あ、はい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 、そうそうそう。ありましたエゴまみれっていう、そう私はエゴまみれっていうところで決着したじゃない。ですかそうサポート役なり、がが強いみたいなこと言って、<laughs> 私が。そう。で、でも、私は。エゴが強いっていう、そう。エゴが強いっていうのは、のはあなたの名言だったじゃないですか。のそ,でもその美香ちゃんが、私は全面に見るところを。あの仮装される前には見たいんです、一回。やっぱり。仮装される直前でもいいので。あの。 エゴーっていうだからええ,え,えってところねえって足が出るところで <laughs>、うん、もうメッキ <laughs> コート一時コートピッピッえって出たの時にもう、うん、パチンってこうメッキメッキってなっちゃうんですね <laughs> メッキに頼りすぎじゃないですかメッキって、ね、<laughs> なんかう面白い<ー>なんかなんだすごいでもそこが 平成昭和史って感じするんですよ。そうなんですね。ねねですよね。ね本当そうなんですよ、ね。この、このタイプ割と多いと思いますよ。令和に生まれてたらこうはならないんですよ。そうなんですよ。本当に多分ジャンバルジャンちゃんとなってるんですけど。<laughs> <う>平成と昭和を生き抜くためにはこれが必要だったんですよね。わかります。キイって、キイってドレスの布を噛みながら、うん。うん <laughs> 待待って待っててドレスの裾噛かまないで今かみながらって言いながら下向いてましたけどあの袖口ぐらいにしてもらっていいですか裾まで下がってかまなくていいですか。 そうでもこれは深いですよこれはこれは深いですね。はい、これだけでああ素晴らしいアタッチン,ンしたけどこれだけで一本描けますよ。そうですね。やっぱりねペラッペラだなお前って,て何かなんか本当に適当だなって言われてる方が生きやすい世の中だったんです,そうなんですよ。若い女がね。わかります。ますよ。でもちゃんとそれマットできたのが偉い。私はそういう道があるとお前どっちなんだからさほぼ、えー、道があるってわかりながら汚れさにあ気に怖いあれかってやってからね。 あ、うるさい、うるさい、うるさい,ってみんないな、みどりな。また、はたも。そう、はたもって、みんなでうるさい、うるさいって言われるから。リバレ、レバリューションってやってたからね、私は。ずっと。何 <laughs> でも、今でもやってるけどねそう。でも、いや、これが面白いね。<laughs> ね あの平成と昭和の時には、ビ美ラレボリューションっても誰もついてこなかったんですよ。一人レボリューションだってさ、若いリハエイジメンションだったんですけど。<laughs> この年、ね、すごいですね。これは、になったら、おばさんがレボリューションを起こしても、世間がちゃんと耳を傾けてくれるようになった、いい時代ですよ。ティッシュも、ティッシュじゃない、T シャツも、素敵なの着てるじゃないですか。<う>今日あの、キャッシュフォー、キャッシュフロムラリアットっていうね。あのラリアットで金稼ぐって書いてありますか。か <laughs> 昨日さい聞いたよ、うん、私感動したの、はい、一本どっかでこれ、えー、コラム書こうと思うけどその手前で言うわ、えー、電車に乗ってました、うん、横浜から東急東横線、うん、まあ遅い時間結構だちょっと酔っ払ってる人とかもいて学生さんもいて <laughs> な大学2年生とか3年生ぐらいかなサークルの子たちだったんでしょうねスポーツ系なんか何人かいて一人がだけどなんか降りた時にこうバタバタバタみたいな ななんかあったわけでなんだろうと思ったら、うん、そのうちの一人が「吐いちゃったんだよね酔っ払ってて」でゲーって吐いて、うん、電車の中もちょいちょい汚しいの、うんうん、で降りてった先、うん、で、まあ、ぶっ倒れちゃったみたいな、うん、あ大丈夫か?」ってなるじゃないですか。うん で私たち、平成の時代を大学に来てたやつだったら、お前何やってんだよみたいなでかい声出して、うん、その友達をこう笑ったりとか、うん、大丈夫かとか言いながらやったりとかっていうのが、我々の時代を見た酔っ払いの光景だったじゃないですか。すごいんです。その子たち、5人、男の子3人で、 倒れたのが1人そして外、うん、もう一人一緒に外に出てたのが一人で5人だったんですけど、うん、すんごい静かに自分たちの中からかタ,オルのタオルとかティッシュを出してさーって車内掃除始めたんですよ。でパーって始めて誰かがビニールをパッと出してその中に全部こう捨ててってでその酔っ払った子っていうのがそう「お前大丈夫か?」って言いながらもうちょっと休校を待つみたいな感じで開いてる時間が長かったんですよ。う って動いてる間もずーっと掃除して一言も何も言わずに、うんうん、でそれを私たちなんかあなんか私たちも手伝うのもんあるかしらティッシュもな、ね、いわらわらっておばさんたち言ってたら目の前に座ってたこれまた20代前半の女の子私たち10代かもしれませんスクッと立って静かにその男の子たちのとこ行ってこれよかったら使ってくださいってティッシュとあのビニール袋かなんかを渡して。うん でその子たちも「ありがとうございます」って言ってスーッてその中戻ってきて自分の席に座ってまた静かにスマホを見るみたいな感じでこの自然体で大騒ぎする自意、うん、識がおかしくなっちゃったりするなんかだってなんか私ティッシュ渡したいけれどもあそこに持ってったら迷惑かなるかもしれないみたいな学生だったんで私もすっごい全てがスマートそれで多分ゲーってやった後 降りた先の男の男子が駅員さんに言ったんでしょうね次の急行が止まった席ところで駅員さんがバケツとあれを持って入ってて入きたんですよ例えば汚しちゃったみたいなことを伝えたで入ってきたけどもう何もなく跡形もなくきれいになってて駅員さんはキョロキョロしてて「天使たちが片付けていきましたよ」と思いながら。す だからその電車の中で入ってしまうとかいうことがあるわけじゃないですかコントロールできないからでもそういう時に茶化すでも何かこう笑うとかでもなく、うん、あとその場から逃げちゃうとかでもなく、うん、お友達の粗相をきれいに始末して、うん、でそれをちゃんと駅員さんにも伝え一、うん、人が責任を持って降りて横につきでそれを見ていた同性の女の子が男の子たちのグループのところに行って自然に使ってくださいって言って渡して帰ってくる。 私そんなことやったらもう自意識おかしくなっちゃうから渡した後自分も電車飛び降りちゃうか他の車両に乗っちゃうかすげえスーって戻ってきてうんいい時代になりました本当、うん、だね自然にできるからねみんなね今私たちそういうの何が邪魔してたんでしょうねうんでもなんだろうそういうことやっていいんだよっていうのが割とこう なんかいつの時代からかみんな言うようになりましたもんねあの優しくていいんだよっていうこと優しいことは恥ずかしいことだったじゃないですか、うん、平成ってある意味、うん、だけど優しく人に優しくしていいんだよ、うん、辛い時辛くていいんだよっていうあれの延長ななんんでですかねねそう,なんでしょうね言っていいしなんかその手をたし差し伸べるとか助けるとかそういうことでもない、うん、ちょっとこうねそう あの周りにいて何かやるとかっていうのが自然にできますよね、うん、今の子たちそうびっくりしたなん,なんかほら「席を譲るだけでもいい子ぶっちゃって」とかさあ,<ー>あとなんかこう友達が大変なことをおっしゃった時に。うんうん 恥ずかしくて、わざと乱暴に扱っちゃうとか。うん、まあ、今でもそういう子はいるんでしょうけど、うん、あと、やっぱりうまくいってる人の足を引っ張るとかさ。そういう格好つけてとか、調子に乗るなよみたいな時代だったんですけど。はいうん、今の子たち、ああいうことが自然できるの、本当に素晴らしいなと思って。うんうん、見習わなきゃと思う。でも、学校生活も学んできたんでしょうね。なんか、そういうことを教わってもいるんでしょうね。やっぱ、先生たちの意識も、ちょっと私たちの先生の時代とはまた。 ちょょっと違ううでしょうね,うねクラスで何か起きた時とかの誘導の仕方とかが、うん、あとやっぱり我々の時ってこれ私たちはやらないようにしなきゃいけないんですけど大人は若い子たちが何かやってるの基本からかいましたよね,ああね好きな人ができるというかおしゃれをするとか、ね、全部揚げ足捉えてからかわれてたじゃないですか、うん、あれをやらないってことが多分健やかな感情を作るんだろうなと思ってすばらいいものを見ましたよ。本当ですよいやー ちょっとあのすごく今はそれてしまったんですけど私のこのメッキ論からですね、はい、入りましてまあその前コーヒー論ですけど、はい、コーヒー論メッキ論ジャンバルジャンときて,来て最近の若者素晴らしいって言いましたが、はい、今メールの途中だったんです <laughs> 失礼しました。ののこの脱線具合 <laughs> 今大丈夫覚えてるかなんで九州弁でこれ何ねっていう,そ,うそれでそれで織った電子メーカーでこの優れた科学技術は魔法と区別がつかないっていうところの私のいい香りはいつでもいい香りっていう名言からですね、はい、真逆にあるはいあのちょっとそれてしまったんですけれども今図書館から借りて読んでいる本は「ウォルター・アイザックソンの著」。 イーロン・マスクです。はい。あの夫がね<あ>読んでいる本はそうです、ねはい、そうそうあご自身じゃないですかね。あのあ夫か夫です夫か。すねうん、これらにコーヒー豆を引く人の特徴がありますでしょうか。どうでしょうか。イーロン・マスクさんは、はい、多分ある種知っとかなきゃいけないぐらいのこう知見として。はい。 引いてるかもしれないですねそうですね。朝私がお弁当作りや子供の学校の準備の手伝いをしていてバタバタでえ優雅にコーヒーミルを回している姿を見ると正直イラッとくる日もありますしかし私はカフェ並みの美味しいコーヒーを毎朝飲めてありがたいなとも思いますこんなこと今まで誰にも言えなかったんですがチャンスが来てメールしました長文失礼しましたまだまだ残暑厳しいですが皆様ご自愛くださいということでございますありがとうございます ございます。今こうやってね、ね、うん。あの、ある種のカミングアウト、私夫と幸せですって。っ、はい、いうのをしてくれた途中に、ええ、我々がゲロの話だ <laughs> メッキの話だ挟んで、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。どうして、あの、残暑厳しいということで、やっぱ、でも、秋ですから。ようやく秋になりましたね。ねたね最近何か召し上がりました。 栗をねね栗栗はいいです、ね、栗を食べたいなと思ってるってこというですまだ栗はどのように召し栗はどのように召し上がるんですか<ー>私栗は自分で蒸したりするのはさすがにちょっと面倒なので、えー、モンブランをどこかでいただきたいなと思ってるんですいいですねはいモンブランおいしいとこたくさんありますから、ね、マロンシャンティやモンブランをいただけたら、えー、堀井さんはいかがですか私はあのー、やっぱ 最近もうずっとここのとこ自分で練り物とかやっぱり和菓子屋さんでねちょっと小さめの和菓子を買うっていうのでさっきもちょっととらやと塩野と見てきましたけれども、ええ、いい栗のお菓子が入ってました名前がまた素敵あとやっぱ栗のお菓子といえば本当私はもう一時期これを食べるために生きていったと言っても過言ではないんですけれども。 栗の里いや里の栗っていうアイスクリームはの,その話この番組で何回もし,ます <laughs> あれしてました。してました。アイス里の栗の話は <laughs> しました。ここしまたしちゃいました。アイスクリームでしょ。そごめんあなたじゃないかもしれないわかるでもしてる。違う私。 多分生活は踊アイスマンさんがいらっしゃって栗、うん、の里里の栗どっちだったんですかと栃木かどっかでまだ売ってますよみたいなことをその時おっしゃってて最近はだから召し上がってないんですねだからないですから里の栗っていうアイスクリームはあ、うん、あのだからやっぱりそれを食べたいですね最近でも素敵なモンブラン系の,あのアイスたくさん売ってますよコンビニスストアでも。 モンブラン系モンブラン系って何ですかモンブランのような栗のペーストが入ったアイスクリームっていうのは結構街の栗っていうのがたくさんあるんですよ里じゃなくて里の栗じゃないとやっぱダメなんですダメなんですかそこは里の栗は美味しかったんですよちょっと堀井さんに質問させていただきたいんですけども栗芋あ、きたかぼちゃどれが好きですかこれは大変選ぶのが大変 <laughs> いやー大変だねこれはも、ね、うこれは大変もう金輪材金輪材栗か芋かかぼちゃしか食べられませんって言ってるのこれは難しいどうしますかあなたならもう大変じゃないですか金輪材ですよ芋はもう二度と食べられないんでしょ栗を選んだらそうですよかぼちゃを選んだらもう栗なんて食べられるもんじゃないんです <laughs> えー、困ったなー困ったなー 一生ですよ、死ぬまでです。死ぬまで添い遂げるなら、誰って話ですよね。これは難しい。これも聞きたいですね。皆さんにね、はい、添い遂げるなら芋、芋栗かぼちゃどれですか。これもメール募集します。意味のない言葉と芋、芋栗かぼちゃ、はい、どれにしますか。どっちかでもいいですしね。いや、芋栗かぼちゃで、ね。どうします。 芋、あ、芋はさつまいもです。よねのみ,ですのみです。のみですかぼちゃ。いやー、これどうしますか。私申し訳ないんですけど、この話をしたそばから恐縮ですが、栗は外します。なんで。栗を一年あ、アマグリむいたろも食べられないんですよ。むいちゃおうです。むいたろじゃないです。そんなに喧嘩腰じゃないです。アマグリむいたろって、そのけ。そんな喧嘩腰じゃないです。アマグリむいたろかって、喧嘩腰。あれ、あの、むいちゃおうです、あれは。 あ、そうでしたか。間違えました。甘栗向太郎だと思ってましたそ。そんな太郎はいないですよ。甘栗向,太郎,向太郎です。っていうの。そんなね。<laughs> あの主栗がそうしたらあなた栗金とモンブラン。全部ダメですよ。栗ご飯はいいいんですか？残念ながらそこ1年中栗を食べたいとは思わないですよ。やっぱり。じゃあ何ですか？ <今>芋、芋、あ<ー>、六四で。六四、ね、で。かぼちゃに傾いてい。かぼちゃは、かぼちゃはな、何の料理の必須。かぼちゃ。かぼちゃは。バリエーションが効くんですよ。つまり、<ー>中華にもなる。えー、お菓子にもなる。えーえー、和食にもなる。えー、パンプキンスープにもなる。あそうでバリエーションっていう意味では。 か誰か一人採用するんでしょそういうことです採用一人でしょそうですうち小さい会社だからオールマイティでできるじゃないと無理なのよ <laughs> そうですねジェ,ネリストとジェネラリストとしてはかぼちゃですようんあなたは私ね栗ですね栗きた栗です、ね、スペシャリストだよ栗なんてそうですねやっぱりあのかぼちゃとかさつ芋ってちょっと似てますね何か鮮味一 特権階級のせんみそう、それ、ちょっと似てるんですよね。やっぱ栗、くり、くりって。くりって。ものにも栗、くに似てるものをあげてくださいって言ったらないでしょだって。くりはくりですよね。そうですよね。うん、そうなんです。やっぱそこですね。オリジナリティですか。そうですね。あと、小さいところに。クリザマス野郎が。<laughs> 庶民のことを忘れてるのか。 ちょっと栗やっぱあの小さいところになんかこう価値を見出したいですね。わいスイートポテト持ってきたホリーさんは芋だからダメーとかハロハロウィンですこれパンピッ持ってパンプキンパ持ってきたおリーさんはカボチャだからダメ,ダメ <laughs> 栗の炊き込みごあスーさん食べられないんですね残念。<laughs> <laughs> 戦争ですよもうこうなった戦いですよ <laughs> あこれどうしようかなね<ー>じゃあさ。 小松菜とほうれん草だったら、どっちと添い遂げる。ああ、これはね。難しいよ、これ。これはね。ちん、ちょっと待って。チンゲン菜入れんの。ほうれん草小松菜。ほうれん草。入れてやるよ、チンゲン菜も。あ、チンゲン菜はいないな。ほうれん草。小松ほうれん草と小松菜ですか。ほうれん草ですね。似て非なる。私、小松菜。なんで。シャキシャキするから。小松菜の方がシャキシャキしてて好き。 ええ、小松の後のなんか、あの茎の部分長いじゃないですか。そうですよ。あそこがいいんじゃないですか。あそこが美味しいんじゃないですか。あ、そうですか。じゃ、あなたはほうれん草。ほうれん草です、ね。うん、やっぱこう。どっちか一つしか、あ、なたよく結婚してるね。だって、もうほうれん草って決めちゃったんでしょ栗ってことです。栗であり、ほうれん草でしょう。はい。私、小松菜を食べたいもん。<laughs> 一生栗とほうれん草なんて無理だわ。 結婚してる人偉いないや偉いと思う私は,、うん、私はまだあれですけど旦那は偉いと思いますようちの旦那は本当に栗かーって思いながら, <laughs> ら何で思,思ったかと思いまなん何で栗を選んじゃったんだろう <laughs> はってはって思うと思いますよあれ何で,でこいつと結婚したんだろうっていうのはね何回も思ってると思いますよまず多分い忘れちゃうういい人なんでしょうね あ,あ、そうですよね、うん。引き立てのコーヒーに戻ります。今日はミックスしていきます。はい、ちょっと待ってください。今何分いきますこれ？これでもう一時間です。いやあ、三十分の壁っての本当高い, <laughs> 高いよ。高いですね。高い壁で三十分の壁。まだなんか間隔五分ぐらいです。わか,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 かります？ 私本当今10分ぐらいしか喋ってない感覚ですよ10分ぐらいでね,、うんうん、いでねこうやってなんかお茶してるとこんな感じじゃないですか帰ってきて帰ってきてもう2時間みたいなそうそうそうあるあるこういうことですだからどんだけ意味のない話をしてるかっていうことですねなので意味のあるメールを読んで今日は終わりにしたいと思います、はい、お開きとしたいと思います初めてお便りしますいつも楽しいお話をありがとうございますたくさんの生活の嬉しみをもらっています 三年前から自宅で引き立てのコーヒーを飲むようになりました。決してスタイリッシュではない私の毎日。美味しいコーヒーって何だろうといろんなコーヒーを飲みながらふと思い、行き着いたところが、鮮度となりました。うんうん、美味しいコーヒーは鮮度。はい とはいえ、時間をかけたくないので、ドリップではなく、フレンチプレスです。これね、フレンチプレスの人結構いたんですよ、はい、メール。ありがとうございます。はい、日本では紅茶の抽出器具というイメージがありますが、もともとはフランスで開発された、コーヒーの抽出器具。<ー>手順通りに出れば、誰でも味わいのあるコーヒーを入れることができる、お手軽な抽出方法で、難しいテクニックが不要。豆の味わいをダイレクトに感じることができます。で、ボケマナこでお湯を沸かし、電動ミルに豆を放り込み、えー、中きに豆を引いて、熱湯をそこに注ぐわけ。で、4分待ったら上からじと 紅茶,さんじゃん紅茶のーんでギューッと押してプレスしてしばらくしてからカップに注ぐとそうするとコーヒーができるこれフレンチプレスやったことないし飲んだことないのよやってみたくて、ね、コーヒーだってさ一応コーヒーの中にお湯を入れちゃいけないみたいなあるじゃん、えー、コーヒーの上からならいいけど、えー、バサッて入れてビューッと押してコーヒーになる、ね、好きな本はアルケミストです い,いろいろこうな青い鳥を探すみたいな感じですよあれはあのあ、ね、大切なものをこうずっと探していたら一番近くにあってっていうね、うんはい、パウロコエルでございますまじゃあ青い鳥を探しに行ってください今日もすーちゃんはそうですね、はい、それでは皆さんそろそろ皆さんと青い鳥を探す時間がやってまいりましたいいそれぞれの青い鳥 <laughs> 今日はどこに飛んでいるのでしょうかあなたのふと肩先に止まっていることもあるかもしれませんよというわけで今日は ヒーリングコミュニケーターの堀井美香さんをお見返して青い鳥論」聞かせていただきました堀さん最後に一言皆さんにメッセージを「幸せはあなたの手から青い鳥のように羽ばたきます」「そうグッバイ」so 何「<laughs> えっそうグッバイアメリカ」 <laughs> 全然。<laughs> アメリカ。全然ジェーンスーと。堀井美香の。おばあさん。ーーさんもうはっきり言っちゃって。奥歯に詰まったもの。奥歯詰まり。メールたくさん届いております。はい、ありがとうございます。ロッテさんとのコラボ企画です。奥歯に詰まったもやもや。 まあ物理的なものを含む、ね、ということですけれども、はい、紹介していきたいと思っております,りますでは私の方から、はい、どうぞスーサミカさんはこんばんちはおばさんネームペンギンの家です私がはっきり言わせてもらいたいのは中学生の娘今思春期と反抗期が重なり、うん、私に何かと文句をつけたい気持ちはわかる わかります。私もそうだったから。でも、私の作った料理は食べたくないと言い、代わりにストックしてある冷凍食品とお菓子ばかり食べるのはどうなんでしょうか栄養バランス、健康、いろんなことを考えて作った料理に手をつけてもらえない悲しさ、情けなさ、怒りもあります。喧嘩になるから言いたくないけど、本当は言いたいのです。長々と失礼しました。母の心がどうか伝わるよう願いながら、これからも過ごそうと思いますというですね、おばさんのペンギンの家さんです。えー これはね、はい、あのー、私も自分の母親に対してやってきた反抗期のドイヒーなことを考えると、もう、 私が墓に代わりに入ります。っていう気持ちになりますね、ええ。みんながやっぱり一度や二度はありますね。ねえやっぱ、うん、でも最近の若い子は反抗期がないなんて聞きます。けれども、ええ、こうやってちゃんと反抗期がある。お嬢さんもいるんだなっていうのはそ,うそれはそれでちょっと。あの人事で申し訳ないんですけど、良、はい、かったなと思ったりもします。すこれ自立ですからね。自立心の芽生えはい。まあ、でもやられた方がきついよね。うん。 ご飯ね作ってねそうでも言いたいけど言えないのようんうんうる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 うんって思いながら食い続けていただいてまあ3割ぐらいの確率で食べてもらえればちょうどいいんじゃないかなっていう感じですかね大変ねこうやってそうあの10割は食べないですよやっぱりこれどうなんでしょうやっぱりまあじゃあ代わりにねストックしてある冷凍食品を栄養バランスの取れたものにしたりするとそれはそれでまた あれなんですどうこういう時はいいいんですかいやでもいいバランスじゃないとやっぱり太陽ばっかこの時期に太陽ばっかりもまた問題があるじゃないですか。あそうかいや例えばねもうあの冷凍食品をびっくりするぐらい、ええ、あの油もんとかフライ,、はい、フライ系のとにかくだからそればっかり食べたらさすがに胃もたれするわっていうようなものばっかり入れといてやって。はい <laughs> 親のご飯を食べざるを得ないような状態にするっていうく高風の方がいいのかそれともひじきの煮つけとか、えー、ああいうこう体にいいような冷凍食品を入れといてあげて、はいえー、まあそれを食べてもバランスが整うようにした方がいいのか対応政策どっちがいいんですかまあ本当にだから出されたものを食べろっつう話ででですすけどそういや本当そうですよ本音で言うとね、うんうん ね、何拒んでるんだって、うん、出されたものを文句なく食べなさい、はい、こっちは栄養,つ<う>栄養を考えてや出してるんだからっていう話なんですけども、うん、まあ13割ぐらいの確率で食べてくれたらいいなそれでも食べない場合はまあだからなんか子どもたちがうれしがるピザみたいなところにほうれん草の煮つけをつけるみたいなことなんですかね。<laughs> 冷凍食品とお菓子ばかりだから母親の手が加わったものが嫌だってことでしょ <laughs>、はい うん、だからちょっとだからその冷凍食品に自分のひと品つ,、うん、つけてあげるってことですかねで気が付いたらどっちも食べてるみたいなどうなんですかね、えー、一緒の食卓にちゃんとつくのかしらもう怒っちゃうよ私行っちゃうよ家にピンポンっつって「誰食べない子誰お前お前お前」って言って「<laughs> 違います違います」ちょっと座れ」っっそうです この子は今、ええ、お嬢さんはね、うん、私もそうでしたけど夫妻、うん、を作ってるんですせっせこせっせこ、うん、大人になった時に「うん、ああこん時に作ってきてた親のご飯食べないなんてなんて,なんてひどいことをしたんだ私はと」と本当にそうね思う後悔っていう夫妻を今せっ,せっせこせっせこ作ってるんですよ本当夫妻貯金本当そ,そういう、ね、時期誰にでもございますけど親は大変だよね。 食べろいいから、うん、本当に食べて歯に詰まったら歯,歯磨いてきちんと食べて。 ね歯に詰まるってやっぱりね、うん、ちゃんと経験してほしいですよねそうですよ経験して言えの私たち今ねお母さんのご飯をちゃんと食べてれば歯ぐきの健康を保つことにもつながるんですそうなんですあ歯ぐきケアしないとって思いますからね詰まるな最近ってそ,<う>っそこをね,ね、まあ、知っていただきたいですよ母の手料理から、まあ、あのロッテのお菓子詰め合わせをプレゼントしますけどこれを食べられないようにね <laughs> これは食べらんな、ね、い。自分の部屋の自分の棚に鍵かけと置いておいてよ。そうですね。もう絶対に。そう。あげるかっていう気持ちで食べてください。<う>野菜を食べないとお菓子はあげませんみたいなね。三 <laughs> 歳児みたいなことに言う, <laughs> <laughs> 言うといいかと思います。おすスーさん、美香さん、スタッフの皆様お運番地はこんばんちは。埼玉のどまの窓、50歳女性です。奥歯に詰まったもの。 マンションの管理組合についてですシビアに詰まる <laughs> みんなやりたくないのは分かります、うん、定期的な理事会のために時間を取られるし、うん、他の住民の不満の吐け口にされがち、うん、完全にボランティアです、うん、やって得することなんて何一つないのかもしれない、はい、でも誰かがやらなきゃいけないでしょ、はい 今、うちのマンションでは、やりたくない人が増えすぎて、免除金を支払ったら役員を回避できる仕組みになっています。結果、長年にわたり、うちを含めて、固定化された数人で理事会を運営しています。しかもうちは私自身が引き受けたわけではなく、元はといえば、夫がいい顔をして引き受けてきた。ああ、これは、これは揉めるやつだ、うん、そして、夫は、 単身赴任になったため役員会にはなぜか毎度私が出席しています厳しいさらにその役員決めの時夫以外の出席者は全員奥さん連中皆さん口をそろえて夫かっこおそらくその場では主人と表現されたかもしれませんねに聞いてみないと勝手には引き受けられないからとおっしゃり半ば自動的にうちの夫に決定したそうです。<laughs> 皆さん世間のジェンダーキャップを逆手にとって賢すぎませんかまあこの日本に暮らす女たるものそれくらいの図太とさをぬるっと生きていかなければならないのかもしれませんがそして同じマンションという運命共同体で暮らす以上決して他の住民と揉めたり角を立てるわけにはいかないのですそうだ結果長年奥歯に物が詰まったまま 表向きニコニコと暮らしている私ですお読みいただきありがとうございますいいですね頑張ってる頑張ってあの誰かをこう責めたい気持ちもありながらもお読みいただきありがとうございますって気持ちで自分でグッとこの腹を握る感じですねグっとこう丹電をキュッと締める感じねありがとうございます 大変ですよ。すよね、誰かがやらやんなきゃいけないっていうのがありますからね。ねずっと詰まってるんでしょやっぱ。ね,ねえ歯になんか奥歯に詰まってるって、ね、でも言えないよね喧嘩できないからさ。はいはい あんたたちやんなよ暇なんでしょとか言えないよねだからやっぱりロッテの詰め合わせを食べていただいてちょっとリラックスしてほっとねのいいよと一緒にああそうです委員会の時に理事会の時に出して食べて「私たち頑張ってるからこれロッテさんからもらえたんだよ」って言って食べてほしいそうですね。 そういたしましょういしはい。いや、今日ねいっぱいメールいただいたんですよ本当に、はい、どれもこれも詰まりまくってました、はい、歯に <laughs> 歯の奥歯に物が詰まりまくって書き出してあげたい本当に書き出してあげたいけれども<ー>、えー、書き出す方法の一つとしてこちらロッテの厚見さんからのメッセージでございますエピソード百九十九ではハズマリーズについてご紹介いただきありがとうございました改めてハズマリーズとは ね、みんなもうハズマリーズの仲間ですから、はい、歯に食べ物が詰まったら歯ぐきケアのタイミングかもというメッセージで歯ぐきの健康を意識していただきたいという思いを込めた歯ぐきケアのキシリトールガムが発信する企画で誕生したキャラクターでございます。はい、お伝えいただきましたハズマリーズの追加オーディション無事に終わりました、はい あの第一次メンバーではですね鶏肉ネギ、トウモロコシ、ニラ、えのきこちらの厳選された紙ファイブがですね第一期生はい第一期生だったんですけどキンキンで詰まったのは何ですか私最近はですねえのきを詰まったあ、えのきですね私もえのきですねちょっと鍋のシーズンになっていたもんですからえのきをねスっとこうあれ糸みたいなペローンと口に出たあと白いでしょそうそう口に出たけペロンとあれなんだろうなそしてその 追加オーディション、に規制が決まりました。はい、合計九千九十二票の大接戦をくぐり抜けた第二弾の。新メンバーはこちらでございます。じゃん、じゃん、いか<カ>。じゃ<ン>パイナップル。じゃらん、ほうれん草。わかる。全部わかる。いか <laughs> とパイナップルとほうれん草の炒めもなんか食べてごらん。<laughs> もう、全部の歯の間にこう。すだれみたいに入るよ。<laughs> <laughs> まんべんなく詰まりますねそうですよ奥歯にも,、ねまたね、でもその詰まったものを書き出すときが気持ちいいじゃないですか快感ですねそういった快感もあります、はい、実は新メンバーのお披露目がなんと 本日のオーバーザさん配信日の九月二十七日です。まあ、これは大変。勝手にご縁を感じております。ご投票いただいたご助会の皆様誠にありがとうございました。こちらの方こそありがとうございました。すね、本日紹介しましたドマノマドさんそしてペンギンのイエさんとその他八人合計十人にハグケアのキシリトールガムも入ったロッテのお菓子詰め合わせをプレゼントいたします。<ー>ワクワクし ロッテの厚美さんありがとうございましたといったところで今回はここまでにしておきましょうオーバーーーバザさんでは皆様からのメメッセージおお待ちしてりります送り先は番組メールアドレス t j p t 現在募集しているのは「何か言ってるようで何も言ってない名言」。 ああなたたがが聞いいもものエピソードれればそれも添えてお送りください、はい、自分が考えたものでも構いませんそしてもう一つは「ももくりかぼちゃ添い遂げるならどれ」秋の季節ですからねそうです、えー、二つ一緒でもバラバラでも構いませんお待ちして,てますそれではまた金曜日の夕方5時「オーバーさん」でお会いしましょうここまでのお相手は堀井美香と J2 でした「オーバー」TBS ポッドキャスト